広島の3つの美術館が平和をテーマとした展覧会を共同で開催しています。1952年市内に架けられた平和大橋と西平和大橋、デザインしたのは日本人の父とアメリカ人の母を持つ彫刻家イサム・ノグチです。広島美術館では2つの国の架け橋となったノグチの仕事を紹介しています。これはパリでブランクーシに学んだ青年時代の彫刻。こうした初期の作品を中心に芸術家としての原点を探ります。広島県立美術館では近現代の多様な作品を展示します。これは山本元井によるインスタレーション。素材は塩です。塩は人間が生きるのに欠かせない物質、命についての思索へと誘います。広島市現代美術館の展示は場所の記憶がテーマです。イギリスで活動するブラジル人作家レモス・アウアドの作品、傾いた棚の向こうには水平線が浮かび上がります。海の向こうに遠いふるさとを思うのでしょうか。10月14日まで開かれています。